ユニホンテレビ。各種発表会が相次いで中止となる中、吹奏楽に取り組む児童生徒に発表の場を与えようと、今月13日、カダーレを会場に本庄由利地区吹奏楽特別演奏会が開かれました。この演奏会は新型コロナウイルスの影響により児童生徒の発表の場が失われていることを受け、本庄由利地区吹奏楽連盟が特別に開いたものです。出演を希望した本庄由利地区の小中学校と高校合わせて15校が参加しました。各学校はおよそ10分間の中で1曲から3曲を発表しました。どの学校も日頃の練習の成果と大きな舞台で演奏できる喜びを音に乗せて息の合った演奏を披露していました。こうした華やかなステージを陰で支えたのは主催者側のスタッフです。当日の観客は事前に取りまとめた上で各学校の保護者限定としました。加えて発表が終わるたび客席の消毒などをした上で次に発表する学校の保護者と入れ替えを行うなど、これまでにない形での開催となりました。こうした感染症対策を万全にすることで、発表する側と見る側、どちらも安心して演奏に集中することができたようです。開演から終了までおよそ6時間かけて行われたこの日の演奏会は、本庄北中学校の演奏で締めくくられています。